皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ二段と毛彦新初段の中国女子お月夜リーグのハイライトをお伝えしたいと思います。毛初段なんですけれども、毛初段はですね、2004年生まれの若い棋士で、2019年にね入段してる棋士ですね。ちなみに2019年に入段した棋士で、前回中村二段がですね、ご制限杯でちょっと敗れた李昇慶って言いますけれども、彼女も2019年に入段してますね。で、この棋士も結構、強い棋士ですね。で、これまでちょっと2連勝中でしたから、では初手から見ていきたいと思います。毛初段の黒番です。中村二段はね、いつもの2連生です。で、三入りまして、普通にこう伸びましたね。かけずにね、主張がいいですから黒が、難しい定石する可能性もありますの で桂馬に滑って、で高くかかって突き引き定石ですね。で、ここに打ちまして、そしてかかりまして、挟みましたね。挟みました。かかったら挟む、かかったら手を抜く、どっちかですから。で、ここで大場に行きました。大きいところですね、こことか、あと、そうですね、こことかね、こういうところも大きいところです。単に三々入る手もありますし、あるいは両がかりする手もあります。ここ打ちまして、そしてかかって、こすみつけて、で一間飛びました。現在の形勢なんですけれども、白が 61% で1目半ぐらい有利なんですけれども、もともとこれ中国ルールで白が 60% ぐらいから始まりますので、互角だと見て差し支えないと思います。で、覗きまして、継ぎました。覗きに対してはかけ継ぐ手もあるんですけれども、こっちの方が地で得なんですけれども、ちょっと利かされるっていうのがありますね。で、こっちに継いだ方がこの辺の戦いでは強く戦えるっていう利点はあります。一長一短あります。で、つけまして、ここでね打ち込んできましたね。ここにね、人工知能の推奨手でもありますね、ここね。今打ち込む時期だということです。で、これはつけたのはそのもたれ攻めですね。かけ継いで跳ねて伸びてね、で、ここで桂馬でね、この石をね取りに行きましたけれども、ここでここに手を打った手がちょっと変わった手なんですけれども、これ非常にいい手でしたね。これはいい手でした。人工知能もこの手推奨してましたね。ちょっと何て言うんですかね、天才的なそういう手ですね、これってね。で、押さえてこすむのがね、いい手なんですよね。こっちに渡るのと、こっちかけ継ぐのとね、ありまして、これでちょっとね、見合いになってますね、この石のね、息が。で、結局上から押さえれるしかないんですけれども、で、跳ねて、押さえて、で、渡りましたね。で、覗いたんですけれども、ここでね、こっちを継ぎましたね。こっちを継ぎたいのは、山々なんですけれども、そうですね、ただこれは利かされるので、一子を与えてこっちを継いだ方が良かったかもしれませんね、黒は。しかしこっち継ぎましたので、下がって押さえて当たり打って継いで、で押さえてね、こういうのが全部先手になりますね。で、ここまで先手で打たれまして、結局利かされましたので、今は形勢はですね、ちょっと白が打ちやすいぐらいですね。白が 67% で2目有利ぐらいですね。で、ここで、こうぶつかりました。この石をね、ちょっと制しに行きましたけれども、で、ここで黒もここ大場に行きまして、で、白は白でね、こっちもちょっと模様を広げに行きました。で、こうつけまして、こっちでちょっと利かそうということですね。もうこれは当然ね、三々で抑えるしかないですね。で、跳ねて継いで、そしてここつけました。で、継いで、そしてこっち継ぎまして、で、下がりましたね。現在の形勢は70、
71% で3目ぐらい有利ですね、白がね。で、まあ、こう切りまして、まあ、こう切ったんですけれども、まあ、ここでですね、継いだんですけれども、こう継いだ手がね、まあ、ちょっと問題だったみたいですね。まあ、ここではですね、まあ、こういうふうに捨てるのが、まあ、最善だったみたいです。で、まあ、抜けばもうこう下がって、まあ、この辺がね、もうこれちょっと動けないようにしておくと。で、ここはもう取られても、生きてるところからね、こう1目2目取っても、こんなのはすごい小さいですから、生きてるところからの実地が小さいですからね、こういう。ですから、こういうふうに打てば、まあ、相変わらずその優勢を保てたんですけれども、まあここでね、実際にはこれ継ぎましたので、でここで下がられてね、まあここをちょっと利かされまして、まあもちろんこの下がりとね、これセットなんですけれども、継いだ時点ではね、こう跳ねられますので、はい、下がりがね、またいい手で、でまあこの後結局、まあこれ抱えずにね、こういうふうに取ったんですけれども、これがまた問題だったみたいで、ここに利かされてしまったんですよね、結局。で、まあこれ取るしかないんですけれども、結局ね。で、まあここ継がれ、ここに行かれてですね、これで、ここちょっと破られてしまいましたね。で、仕方なく一間飛ぶんですけれども、まあ現在の形勢はですね、まあ黒が65%で2目ぐらい有利になりましたね。結局こう破られましたので、これ取らない限り、まあこれはね、まあちょっと劣勢だということになりました。まあでも65%ぐらいですから、まあ大した差はないですけれどもね。はい。で、まあここで黒がね、ここに打った手がちょっと弱気な手でしたね。まあここではですね、まあ、こういうふうにコスんでいれば、まあ黒がね、その優位を保てたんですけれども、まあここでね、こっちに打った手がちょっと弱気な手でしたね。で、ここ押さえられて、これでね、結局ね、この押さえる手っていうこと自体がちょっと大きいんですね。こっちの跳ねもありますし、この跳ねからまたこっちの跳ねもありますから、非常に大きいところだったんですよね。ですから今は互角になりましたね。はい。形勢は。まあ曲がって、ここでまあ、ここはかけ継ぎました。で、まあ伸びまして、押して、伸びて、で、桂馬に打ちました。まあ結局、ここの石がちょっとまあ生きたせいで、まあこの石もちょっとね、この石もまあ生きてはいない、そういう石になってますね。で、まあこう飛びまして、で、一応桂馬に打つことができて、ここちょっと割ることができたので良かったですね。で、跳ねて、で、ここでまあこっちに寄り付いていきましたけれども、まあここではもうここを狙うよりも単にここ跳ねてね、分断した方が良かったかもしれませんね。まあしかしこう打ちましたので、まあ一間飛んで、まあ一間飛んだらこっちもね、生きてないのでね、一間飛んで、でまあつけて、でまあぶつかって、伸びて、下がっ、曲がって、押さえて、で一間飛びました。でまあ押さえて、で一間飛んで、まあこの石はね、まあ狙ってはいるんですけれどもね、はい。で、まあ、ここで、まあ、こう跳ねたんですけれども、まあ、ここで竹歩に打ちました。あ、ちなみにですね、ここで跳ねて、一応、こっちの白からの跳ねを塞ぎましたので、ここで、まあ、例えばこういう手を打ちますと、今度ね、黒にここ跳ねられる手が痛いですね。で、まあ、これに対して、なんか、こういうふうに打たないといけないですから、で、まあ、こういって、こういって、こういってね。まあ、こんな感じでね、打たれてしまいますので、で、まあ、ここでね、結局、まあ、ここを守りました。これ打たれないために。ちなみに人工知能の推奨手でもありましたね、この手が。で、まあ伸びまして、で、こうつけまして、ぶつかって、さあ、ここでね、ここ打った手がちょっと問題でしたね、白が。今若干60%ぐらいで白が有利だったんですけれども、有利っていうか、まあちょっとね、まあ五分五分ですね、互角ですけれども、最初の評価値と変わらないんですけれども、だったんです。こうちょっとこの手がちょっと欲張った手でしたね。で、結局、まあ、こう継がれて、まあ、ここ継がないといけないですね。ですけれども、弱点をね。で、これ切られましてですね、まあ、当たり打って、こう、継がないといけないですね、今度ね、これ切られてしまいますので。
そして、まあ、黒こう伸びて、白伸びた時にこう曲がって、これ結局取られてしまいましたね、この石が。こんなはずではなかったんですけれども、この石。この石は取られる、捨てる石ではなかったと思うんですけれども、結局取られてしまいましたね。今は互角ですね、形勢は。互角です。完全互角です。で、まあ、これ当たり打ちまして、まあ、ここで当たりを打ちつつ、これ覗いたんですけれども、まあ、ここで黒がここを打った手が、これはちょっと問題でしたね。これで一応白が先手になったんですよね。ですから、ここはですね、黒もこう出て、押さえて、こう、竹筆で守るべきでしたね。だったら逆に、これ、黒が先手になったので、これは黒が今度は優勢になったはずですね。63%ぐらいで、これは黒が優勢になってみました。こういうふうに打っていれば、黒が先手になりますので。だったんですけれども、いや、これ普通についでくれて、ちょっと助かりましたね、白は。で、まあ、ここ跳ねまして、まあ、ちょっとここはね、まあ、味があるところですからね。で、遮って、当たり打って、ついで、で、まあ、跳ね継ぎましたね。で、跳ねた手がね、まあ、跳ね継ぎの手がこう一線に石が来て、こっちの渡りとかも関係してくるので、ここでですね、黒はね、勝負に出ました。はい、ここに打ったんですけれども、この手がね、いい手だったと思います。はい、この手がね、非常にね、非常に厄介な手でしたね。この手は非常に厄介でした。で、まあ、これ当然押さえるしかないんですけれども、で、ここでですね、ちょっとこう、覗いたんですけれども、この手はね、あんまりいい手じゃなかったですね。ここでは、これ打たずに単にね、こう跳ねてたら、ちょっとね、応手が難しかったんですよ、これ。これ切る手ははまってしまいますので、切る手はこういって、こういってね、まあ、こっちでも、まあ、この竹歩が先手になって、ここ進まれたら、これ落ちてしまいますので、これは5が終わってしまいますので、切れなかったんですよね。で、結局、まあ、黒がこういった時は、白はこう一見飛ぶとこう、こういうふうに打たないといけなかったんですけれども、まあ、こういうふうに打っていれば、黒がちょっと、黒がおそらく優勢になれたと思うんですけれども、まあ、ここでちょっとね、まあ、ここを取った手が、まあ、ちょっとどうだったかなっていう気はしますね。まあ、ただ、まあ、こっちの竹歩とこっちの竹歩だから、まあ、この覗きは特に関係ないということだと思うんですけれども、ただ中村二段はここで、まあ、こういうふうにね、継ぎましたね。単に継ぎました。まあ、こう、つける手とかもあったんですけど、まあ、単に継ぎました。で、まあ、こう出て、押さえて、で、跳ねましたね、ここでね。で、ここで、まあ、これ切ったら、これはさっきも言ったように、これは潰れますので、これ一件飛びましたね。はい、ここで一件飛んだのは、もうよかったですね。最善手打ちました、ここでね。で、ここでですね、まあ、竹歩ではなくて割り込みましたね。ちなみにここはですね、こういうふうに竹歩で打っても、結局はこっちを切るかこっちを切るかの違いだけで、切られるのはもうどうしようもないんですよね、白からすれば。で、割り込みの方を選びました。こう打ちまして、こう打って、で、まあ、ここをちょっとね、かけつぎましたね。はい、まあ、単つぎもありますけれども、はい、な、片つぎですか、片つぎもありますけれども、ここかけつぎました。で、こう切りまして、で、当たり打って、で、つぎました。今、5対5なんですけれども、形勢がですね。さあ、ここでですね、まあ、黒がですね、ここでですね、まあ、結局、突破されたくないということで、ここに打った手がちょっと、ぬるい手でしたね。これがね、どうもね、もう敗着ではないんですけれども、敗着のきっかけとなる一手だったと思いますね。この手が。ここでは先にですね、まあ、こういうとこ覗いて、ついで、まあ、こういうこと言って、で、まあ、こう言って、で、こういうふうに、先にこの白をね、こっちに連絡できないようにしておけば、この白がちょっと生きれないんですよね、実は。これでもうこっち渡れませんので、この白は。中で生きないといけないんですけれども、生きる手がないんですよ、ここで。で、非常に困ってましたね、こう行かれたら。こう行かれたら多分負けもあったかもしれませんね、白がね。
しかしまあここでね、まあ、こう打ちました。これで助かりました。これでね、ここつけてね、非常に助かりました。これは逆にね、ですからね、ちょっとピンチっぽかったんですけれども、難しい局面だったんですけれども、白からすればね、切られて、しかし逆にここにつけて、逆にね、チャンスになりましたね。で、まあ、つけて、下がって、で、ここ出たんですけれどもね。で、ここで出て、まあ、一応押さえて、切った時に、当たり打って、で、出たんですけれども、こうポン抜きがね、これが、先手なんですよね。これは、連絡されたら、この石が落ちてしまいますので、まあ、これ多分この石も落ちるし、ですから、まあ、これ押さえる一手なんですよね、ここでね。で、押さえて、そして、まあ、当たり打ちまして、これでですね、逆にですね、この石が助からないんですよね。で、この辺が全部白ですから、シチョウもダメですし、ですから、これで一応ここ取られたってことになりますね。どっちか取られたら、両方取られますので、はい。ですから、ここで黒が、まあ、当たり打ってね、まあ、ここまではまあいいんですけれども、伸びて、で、まあ、ここに打ちましたね。まあ、この手はですね、覗きから切る手をね、防いだ手ですね。はい。ですから、これは白も渡らないといけないですね。ですから、渡りましたね、ここでね。はい。で、ここでですね、まあ、黒もですね、まあ、この石をちょっと利かしてですね、まあ、まあ、ここにこう打って、こう打ってね。で、まあ、こう当たり打って、これ、告げないじゃないですか、今。告げないですから。で、まあ、こう打たないといけないんですけど、ね、で、こういうふうに打って、生きるぐらいが、まあ、相場だったんですけれども、まあ、こういうふうに打ったら、多分黒は負けたと思いますね。はい。10目ぐらい負けてると思います。はい。もうこれ取られてますので、ここ、でかすぎて。はい。で、ここも貫通されますし、ですから、ここでですね、まあ、こすんでね、まあ、この石をね、生かしに行きましたけれども、もうこの石は今はもう関係ないと。知らんということですね。で、もうこの石生きてないんですよ。この石はもう当たりとか打たれたらもうこのさっきの手が打てないですから生きれないんですけれども。こう打ちまして、こう行きまして、当たり打って、この石生かしに行くんですよね。もう敗北への道を走ってるんですよ、黒は。この石生きてないのに。で、こう打ちまして、出て、てか当たり打たれた瞬間、当たり打たれた瞬間、もうさっきの手がないですから、ここで生きる手がないですから、これでこの石はね、多分生きれないと思うんですよね、正確に打たれたら。で、まあ、ここで、まあ、こすんだんですけれども、まあ、遮る手もありましたけれども、まあ、遮ってもどうかな、遮る、まあ、遮ない方がいいですね、遮、どっちみち、ここ、付け越されたら、この、取られますので、この石がね、はい。まあ、こう打ちまして、まあ、ここでここ打ちまして、まあ、今度はね、付け越し効かないですから、で、渡らないといけないんですけれども、まあ、ここでね、まあ、ここを打って、ちょっと目取りに行きましたね。これ目取りに行って、ついで、で、ここでまた目取りに行ってね。まあ、この目取るのはこう重要ですね。これ、こっちのちょっとダメ詰まりの関係がありますので、ここも目取りに行って、で、まあ、継ぎまして、で、まあ、ここに行って、この石ね、生きれば、この石はもう自然に、死ぬということですね。で、ここを打ちまして、で、まあ、ここを打つんですけれども、まあ、ここを打って、こう、つがいで、で、ここでですね、黒のもう初段がね、投了しましたね。結局、まあ、ここはまあ、結局行きまして、まあ、生きた上に、まあ、こう、貫通されてますので、で、今、ここが死にましたのでね、完全にね。今もう、地合いの差は56目ぐらい地合いの差がありますので、全部取りましたので、ここね。まあ、これは投了やむを得ないですね。はい。もうちょっと打ってもよかったかなっていう気はするんですけれどね。まあ、あっさり投了しましたね。まあ、若い騎士だけあって、はい。まあ、最後はね、非常にスリリングなね、そういうね、終盤ね、見どころのある、そういう碁だったと思いますね。はい。以上です。